ブログの方でね、ゼロからやるキャラモデリングっていう記事がいてて、それで、モデリング、まあ、キャラのモデリングしていくときに、順番に見ていくと作りやすいかもね、っていうものとして、プロポーション、ボリューム、シルエット、ディティールっていう4つのものを挙げているんですよ。で、まあ、上から順に作っていくとやりやすいかもね、って言ってて、髪の毛の作り方も、ほぼ一緒。プロポーション、大体の髪の長さとかですね。作って、ボリューム見ながら、シルエット見ながら、いい感じになったらディティール作り込む。そういう、同じやり方で基本的には作っていってます。